女優の生田絵梨花が、10日放送の NHK E テレ、スイッチインタビュー、毎週金曜夜9時30分に出演。乃木坂46時代に感じていた迷いを明かした。生田絵梨花、乃木坂46時代に感じていた迷いとは乃木坂46時代から、数々のミュージカル作品で存在感を放つ生田は、アイドルだけやってた自分だと、何を基準に頑張っていいのかっていうのが自分の中ではあんまりよくわからなかった、と口に。アイドルとしての活動について、何がどうなるから、人気が出る、とか、センターになれる、とかっていうものが明確にないのかなと思ってた、と人気を獲得するための基準に迷いを感じ、自分は何を軸にして頑張ったらいいんだろう、と思案したそう。一つ、これかな、と思ったのがミュージカルの要素、だったと明かし、ミュージカルには明確な基準があるため、歌を頑張らなきゃいけないとか、パフォーマンスしなきゃいけないとか、そういうのを自分が目指していけたらアイドルの方にも還元できるかなと思って、当時はやってましたね、と懐かしそうに振り返った。バル、生田絵梨花、続けることにきっと意味がある、ミュージカルの世界に足を踏み入れたものの、演技のレッスンは全然してない、と明かした生田、間を踏んで、実践して学んでいく、スタイルだといい、アイドルとして活動していく中で、度胸みたいなものは自然と培われた、と口に。それをいろんなところにぶつけちゃうのかもしれない、と、アイドルであるがゆえ生かされている部分も多々あると説明した。また、アイドルとは別のプロフェッショナルな演者に囲まれた中で演じることについて、本当モンスター級にできる人たちがいっぱいいるじゃないですか。舞台会、ミュージカルとかも、だからそういう先輩方を間近で見て、さいめちゃいけない、と感じたそうで、今できないとか、今全然ダメだとか思ってても、続けることにきっと意味がある、と思ってずっとやってる、と、常に先を見据えて歩み続けていると、凛とした笑顔で語った。